はい、村屋さんのコットンウールの合わせじらと、一里さんで買った、ハウラーを使い、合わせの羽織を作ってみました。この合わせの羽織は自宅でも洗濯ができるようにと、仕立てる前に、水通しと、蒸気アイロンで表地、羽裏地とも裏地とも、生地を十分縮めてから仕立てました。で、水通しをした後の反物の長さなんですけれども、この表地の方が、クジラ尺で3畳3尺8寸4分、メートルで言うと12メートル79センチになりました。幅の方はほとんど縮まなかったです。そしてこの一里さんで買った羽裏の長さが、水通しをする前は、1畳5尺9寸6分、それが、水通しをした後、そして蒸気アイロンで地の塩をした後は、1畳5尺4寸、そしてこれをまあセンチで言うと、メートルで言うと、水通し前がだいたい6メートルあったのが、水通しをした後に、水通しをした後は5メーター80センチになりました。こちらも、幅の方はほとんど縮まなかったです。で、色落ちも、まあ、淡い色合いということもありますし、それほど、というか、ほとんど色落ちはしなかったと思います。それで、まあ、特徴的なのが、ちょっとこれでは分かりづらいんですけれども、この画面では分かりにくいんですけれども、普通、女物の、羽織の襟幅は1寸6分、だいたい6センチ。それなんですけれども、これは、道中着的にも、ちょっと簡易的な道中着にもなるように、したいと思ったので、6センチよりも広く、クジラで言うと2寸3分、センチで言うとだいたい8.7センチぐらいの襟幅に広げました。なので、通常の一寸六分の襟幅よりも広く、二寸三分なので、その差がだいたい七分、2.7センチぐらいですか。ちょっと広めにしてあります。で、道中着的に着るときにはですね、この折り返しているこの襟が折り返せずに、このように、折り返さずに、開いた状態で、重ねることによって、ちょっと簡易的な道中着になるように仕立ててみました。これではちょっと分かりづらいので、トルソーにかけてちょっとご覧いただこうと思います。ハイムラ屋さんのコットンウールで作った、羽織コート、これを羽織的に着るとこんな感じになります。特徴としては、襟幅が、普通の羽織の場合は、一般的な羽織は1寸6分、だいたい6センチの襟幅で、であるのに対して、この、羽織風の、羽織コートは2寸3分、約8.7センチ広げてあります。それで、まあ、あと丈なんですけれども、かなり、背の高い方のサイズで、ですね、だいたい身長172センチぐらいを想定して、それで、まあ、七分丈よりも少し長めの羽織丈にしてみました。肩からですね、110センチ。クジラ尺だと2尺9寸2分、の、肩からの羽織丈に仕上げてみました。そして雪もやはり、だいぶ長くしまして、センチで言うと73センチ、クジラで言うと
一尺九寸四分の雪に仕上げてあります。生地も、まあ、このコットンウールは、木尺地ですから、これだけ、背の高い方でも、仕上げることができました。これが、まあ、羽織的に着た時の、大体の着姿になります。これが、先ほどの羽織風に着ていた、羽織コートを今度は道中着風に着た時の大体の大まかな着姿になります。画面の、この道中着的に着た、この羽織コートのこの大体画面の真ん中のところに映っている近づきますと、ここに、スナップをつけてあります。で、ここでこのスナップをこう止めることによって、これで、合わさるように、まあ、簡単にですけど、このスナップでこのように止めることによって、打ち合わせが落ち着くようにしてあります。ただ、基本的にはこれは羽織的に着るものかなと思ってるんですけれども、まあ、素材としてコットンウールを使ったことと、あと合わせにしたということで、防寒用に考えまして、そうなるとやはり羽織は前が開いていて、まあ、そこがちょっとこう風通しが良いので、このようにちょっと寒いと感じた時には、まあ、簡易的ながら羽織よりはこの方があったかいんじゃないかなということで作ってみました。この羽織コートの畳み方は、まあ、羽織と普通の羽織と同じように畳むことができます。まあ、そんなに素材としても縫いにくい素材ではないですし、教室に来ていただければ難しいところはお手伝いしますので、よかったらこのような、羽織と、道中着の、まあ、合いの子というか、まあ、お互いにそういう特徴を持った、こんな羽織コートを、教室で縫ってみてはいかがですかということで、ご紹介しました。もちろん、あつらえの方も、ちょっと急ぎでは難しいんですけれども、時間があれば、お仕立ても考えています。で、仕立て台の方は、どうなんでしょうね。まあ、自分のホームページにも、仕立て台載せてありますけれども、どちらかというと、こう、普段着っぽい羽織ですし、実際、ハイムラ屋さん、この生地を買ったハイムラ屋さんでは、確か、あつらえ込みで羽織が2万5千円ぐらいだったと思うんですよ。だから、まあ、自分としては、まあ、もっとね、あればいいんですけれども、まあ、生地代込みでそれとなるとね、なかなか、ということなので、まあ、オープン価格ということで、まあ、話し合いの中で、決めればいいんじゃないかなと思っています。まあ、でもこれは自分で縫われた方がお得かなと思っています。今表示しているページは、ハイムラ屋さんの楽天のお店の、コットンウールの羽織を紹介しているページになります。この画面を下にスクロールしていくと、このようにモデルさんが着用した淡路織のコットンウールの羽織の写真を見ることができます。で、この写真のに書いてある説明文を見ると、私が仕立てたのは女物の合わせの羽織ですけれども、ハイムラさんでは、肩滑り付きの、一重の羽織の仕立てをしているみたいです。それで、男物の仕立ても、できるそうです。そして下にスクロールしていくと、説明文がありまして、やはり
秋冬用の羽織として、ハイムラヤさんはおすすめしているみたいです。お値段の方は、押し立て代込みで35,200円になっています。今回の、道中着風にもなる合わせの羽織の表地に使用した生地は、ハイムラヤさんのコットンウールの合わせじらで、それは、その品物は、ハイムラヤさんの楽天のネットショップから購入しました。お値段が15,400円、送料無料ですから、このお値段で購入しました。で、商品の選び方、表地の選び方は、このトップページをこう下にスクロールしていって、ここのほっこり暖か冬のしじら織、ここで、何種類かこう反物の写真が載っていますけれども、この中で今回選んだのは、きなり地にかすり黒島、番号がナンバーは、W の14、これを、購入しました。それで、この写真のところをクリックすると、このようにモデルさんが着用した着物の着姿、コーディネートを確認することができます。それから羽裏なんですけれども、これはネットショップではなくて、一里さんの実店舗の方で、購入しました。価格が7,000円で、で、一里モールさんというのが一里さんのネットショップなんですけれども、こちらではちょっと探したんですけども、羽裏の販売コーナーがないので、まあ一里モールさん以外のお店で探す必要があると思います。ただ羽織ですから、羽裏ですから、そんなに価格差は、ないと思うので、まあ7,000円から10,000円ぐらいの間で、まあ、通常の、コモンの羽裏地でしたら購入できると思います。